九州産業大学附属九州高等学校は福岡県福岡市東区菓子駅東2丁目にある私立高等学校九州産業大学の附属校であるかつては九州で最も生徒数の多いマンモス校で一時は3000人を超えていたが少子化の影響を受けて現在は1900人程度までに落ち着いている九州高校や 九三大九州などと略されることが多い。在校生や周辺の高校生などは九校や九州と呼ぶ。九州産業大学付属高校は九名称。同じく九州産業大学の継続校である九州産業大学付属九州産業高等学校は運営母体が九州産業高学園であり、所在地も組織も異なる別の学校である。 普通科は2年より文系と理系に分かれる。インターハイに代表される全国クラスの大会にも数多く出場している。当校は平成25年度に創立五0周年を迎える。それに合わせて現在、旧校舎、武道場の解体及び新築工事が行われている。内容については、第一期工事で昭和40年から使用されてきた旧南観光舎と武道場が取り壊され、 新たに、新校舎と第二体育館が竣工する。第二期工事では、温水プールを取り壊し、図書館多目的ホールなどを併設したメディアセンターが竣工する予定である。ありがとうございます。